主人の母市川海老蔵、主人の母貴美子さんのあったかさ、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの妻小林真央さんが自身のアメブロで、主人の母貴美子さんからの温かさについて綴った。主人の母がお見舞いに来て、枕代わりのタオルと掛け布団をプレゼントしてくれました。肌寒くなってきたので嬉しいです。こういうのをあったかいと言うんですね。母貴美子さんからの今は、一番は元気になること。元気になったら覚えなきゃいけないことたくさんよ、という母の言葉が励みです、と貴美子さんからの温かさについて語った。読者からは、愛情いっぱいで温かいですね、貴美子お母さんも温かい思いやりある人ですね、お母様のお言葉じんときました、などのコメントが寄せられている。あったかい市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。